ラ・クレリエール柴田秀幸です。本日は牡蠣とアサリのクリームスープを作ります。牡蠣とアサリのクリームスープは貝の味わいと生クリームですね、それに特徴のタイムの味わいがこう加わったですね、少し濃厚な冬なんかに食べていただけると美味しいスープとなってますので、ぜひ体が温まるので作ってみてください。材料の説明ですね、まず牡蠣、今日は北海道の仙方市というところから届いている牡蠣ですね、それをこう剥いたもの、2人分のレシピなので6個入れてます。白い部分がこうふっくらしているのが美味しいかなと思います。そしてアサリも砂抜きされているものがいいかなと思うんですが、一度今日は砂抜きをするというものですね。アサリを開けるときに使うお酒ですね、白ワインと日本酒で、その時に入れるお水ですね。そしてお塩は 3% の塩水の中に少しつけておくと砂を吐くということをやるので、それ用のお塩。そしてスープを作っていく時のお野菜とベーコンですね、セロリ、玉ねぎ、人参、そしてベーコン、あとは香り出しにニンニクとタイムですね。で、今日はクラムチャウダーなので、油分はバターを使います。で、クラムチャウダーはクリームスープなので、生クリームと牛乳が入って、作り上げる時の濃度のために小麦粉を入れるというものですね。これでやっていきます。以上です。まずアサリの砂抜きっていうのをやりますね。ちょっと深めのバットに網をかまして、その上にアサリですね、海水と同じ塩分濃度でおよそ 3% って言われてますけど、その塩水を張ってですね、光を遮断してですね、だいたい涼しいところに半日から1日ぐらい置いとくと、アサリから砂が出ると、だいたいこれぐらいでしょうかね。これで遮光ですね、バットとかこういうのでもいいですし、新聞とかでもいいですし、何でもいいんですが、光を遮断して涼しいところに置いておきます。牡蠣も同じように塩分濃度が 3%、 ちょっと強い塩水ですね、それの中できっと洗われて流通してると思うんですが、牡蠣の殻が入ってると良くないので、1個ずつ僕らは洗うという仕事をやりますね。まず玉ねぎ、ペイザンヌっていう切り方ですね、色紙切りっていうんですけれども、それを切っていきますね。芯がついてるとバラバラになりにくいので、まず芯外しちゃいます。そして量がこの量だとちょっと切りにくい感じでしたら、ちょっとこの分けた方がやりやすいかもわかんないですね。こんな感じで切ってもらえれば。で、スープになってしまうので、綺麗な四角に切るみたいな、そんなことはしなくていいかなと思いますね。大切なのはですね、この一個一個の大きさが揃ってたり、野菜と野菜の大きさですね、それが揃ってるっていうことが大事ですね。揃ってないと、じゃあなんでダメなのかっていう話なんですけど、火の入り方が均一にならないっていう、そこが大事なところですかね。火の入りが均一にならないと味の出るスピードが変わるので、そうすると良くないですね。次、人参ですね、皮がついてるのでこれを剥いてもらえればいいかなと思いますね。厚さを揃えるっていうのが大切かなと思いますので、こんな風に切ってもらえればいいかなと思いますね。人参なんかよくわかると思います。この形が色紙、小さい色紙に似てるので、色紙切りっていう切り方の名前がついているっていうものですね。セロリもこの緑の皮の部分は剥いてしまいます。緑の野菜って火が入りすぎると褐色に変わりますよね。褐色になると何が良くないのかっていうとですね、出来上がったスープが白いスープなんで、それに色がついてくるんですね。茶色いスープになるので、それは見た目が美しくないので取っちゃいますね。やっぱ綺麗さっていうのは美味しさに直結するって僕は考えるので、決してできるだけなんて言うんでしょう、綺麗なものを仕上げるっていう方がいいかなと思いますね。柔らかく煮込んだ野菜のスープ、そこに貝の味わいが入ってくるっていうクリームスープなので、こんな感じですかね。で、野菜が3つ切れたら、次はベーコンですね。燻製のところは今日は外しますね。これも同じようにペイザンヌ色紙切りですね、切ってもらえればいいかなと思います。次はニンニクですね。今日は芽を取っておきますね。香りが強いので、強すぎるのでですね、それで取ります。半分に切って
ちっちゃい包丁とか、なんでしょうね。あとは爪楊枝とかなんかでも取れるのかなと思いますね。こんな風に取っておきます。そして最後はタイムの葉っぱを摘みますね。スープの仕上げにですね、タイムの葉っぱを散らすので、それ用のタイムの葉っぱを摘んでおくというものです。砂抜きをしたアサリですね。それをこう、貝と貝を擦り合わせて、貝の表面って意外に汚れているので、それをこう、きれいにしていくという作業ですね。何回か擦り合わせて、洗っていただければいいかなと思いますね。それでは、牡蠣とアサリのクリームスープを作っていきますね。まずは、アサリの出汁汁、アサリから出る貝のお出汁ですね。それを取ります。日本酒と白ワイン、それを入れて火にかけますね。アルコール分を飛ばします。沸騰し始めたら少し置いといてもらえるアルコール分は飛びますね。まあだいたいいいぐらい1分か2分ぐらい経っているので、アルコール分っていうのは、飛んでますね。そしたら貝をアサリを入れますね。でアサリを入れたらタイムですね。そしてお水、で火を強めます。強い火でやりすぎると貝が硬くなるので、その沸騰を抑えますね。そしたら蓋をして少しその温度帯を守ると貝が開いてくるので、開いた貝から取り上げていくという作業に移りますね。少しこう温度が上がってくるともう開いてるのもありますよね。こんぐらいになったらもうちょっと火入れたいので蓋を閉めます。まあどれぐらいでしょう。まあ少し置くと口が開いて、で口が開いたばっかりよりはどれぐらいでしょう。時間で言うともう本当に何十秒か置いてあげたら僕はいいかなと思いますので、口が開いたやつから取り上げていくという作業ですね。でご覧になってわかるようにですね、水分がどんどん蒸発するんですね。これは留めておきたい水分なので乾燥しないようにするという理由でですね、なのでラップフィルムで覆うという作業をやりますね。で少しタイムを入れといてあげるとですね、やっぱり貝とタイムの相性ってむちゃくちゃいいので、おすすめしますね。タイムを入れることはもちろん揃わなかったらなくてもいいんですけれども、でも入れるとやっぱりらしい味わいになるかなと。どうでしょう。これでまあ全部開いたってことは鮮度が良くて全部生きてたっていうことなので、こういう状態でちょっと置いておきますね。でこれは砂抜きをもちろんしっかりやりましたよね、さっき。でもどうしても砂が抜けてないと困るので、僕らは必ずこします。すごいこう磯のいい香りがしてますね。そしたらこれがですね、今回のクリームスープのベースの貝のだし汁ですね。次はお野菜を炒め始めます。冷たい鍋にですね、弱火にしてまずバターを入れちゃいます。でバターを入れたら香り付けのニンニクですね。鍋に対してですね、油が少なくってやりたいことがニンニクの香りを出したり旨味を出すっていうことなので、フライパンだったり鍋を傾けてですね、ここだけ加熱できるようにすれば他の部分の温度が上がらないので、そうした方がいいかなと思いますね。酸化を防げます。バターっていうのは刻一刻と状態が変化するので、よくよくご覧になってください。バターの香りとニンニクの香りが上がってきたら、これぐらいですかね。香りを伝えられないのが残念なんですが、そしたらお野菜ですね。切り上げた色紙切りに切ったお野菜ですね。で、お野菜に必ず塩をして炒めるんですが、今日使う貝はですね、牡蠣とアサリなので、もともと塩分あるので、そこの塩分を加味しながら、お塩を入れるという作業をした方がいいですね。いつもの3分の1か、半分ぐらいで、収めておきますね。で、野菜を入れたら、同じようにベーコンも入れちゃいます。ただ少しゆっくり炒めますね。ここはもう野菜をから水分が出るようにしんなり炒める。火を入れて水分を飛ばして
野菜の味わいを凝縮させる、要するに旨味の核ってやつですね。それを今ここで作り上げてしまいます。だいたい時間で言うと、3分から5分はかかるんじゃないでしょうかね。その間に色がつかないように混ぜてあげるという作業が必要かなと思いますね。ベーコンの香りも上がってきてますし、野菜が透明になってきてますね。そしたらですね、小麦粉ですね、ふるった小麦粉を一気に入れてしまいますね。これはフランス語でサンジェっていう工程ですね。この小麦粉に火を入れる、粉に火を入れるっていう感覚ってちょっと僕もあんまなんか分からなかったんですが、粉にちゃんと小麦粉に火を入れてあげないとですね、粉っぽい料理が出来上がっちゃうんですね。鍋の底にですね、小麦粉が落ちてるとピタってくっついて、そこだけ焼き色がついちゃうんで、それをこういう木べらなんか、まあゴムべらでもいいと思いますけど、耐熱のであればそういうので綺麗に取ってあげてください。ここつきっきりです。そんなかかんないですね。1分か、まあ長くても2分ぐらいでしょうかね。それで火が入っていくかな。なのでこういう仕事をやるので、ちょっと深い鍋の方が、これはフランスの鍋なんですけど、ちょっと鍋の説明させてもらうと、僕らってこう炒めるので、ここが高い鍋を使うんですね。そうすると日本のこういう鍋よりも使いやすいんですよね。飛び出てこないんで。なので物を炒める、こういう仕事すごい多いんで、こういう鍋を使いますね。ちょっとご家庭にはないんですが、まあご家庭にあるものでやってもらって全然構わないですが、ちょっとなんか不思議に思った方いるんじゃないのかなと思ったんで、ちょっと言っときますね。これがちょっと深いんでやりやすいです。これはもうプロフェッショナルな道具ですね。ここに貝のお出汁ですね。先ほど取ったアサリのお出汁、こしたものですね。これを全部入れちゃいます。入れたら、鍋肌をまず一回きれいにしましょう。で、鍋底についている小麦粉ですね、それをきれいに取ったら沸騰させます。沸騰するとアクが出るので、それを取ってあげてください。黄色いのがバターなので、ここの部分は油を取らないように白い泡だけを取るという、ちょっと取れちゃうわっていう感じもするんですが、できるだけそこを狙って取ってあげてください。で、沸騰したんで弱火にします。10分ぐらい炊きますね。さっき取り上げたアサリですね、もう触れる温度になってるかなと思うので、掃除しちゃいます。取ってもらったらいいのかなと思いますね。で、このザルとボウルでアサリやりましたよね。そしたらですね、こっちにだいたいこう汁が残りますよね。この汁、煮汁ですね、これは先ほどのアサリの汁と同じものなので、これはスープの方に戻してあげてください。野菜から味わいが出るのに5分かかるんだが、5分煮出すと煮詰まるっていう状態が起こってますね。なので味わいはちょうどよく出た、でも水分塩分が濃い、なので水を足しますね。で、次にここに牡蠣を入れて、牡蠣を火を入れちゃいます。牡蠣を入れるときはちょっとふつふつと沸騰してた方がいいのかなと思いますので、こういう状態で入れちゃいますね。牡蠣を入れるときも手前にはこうペチャってやるとこう熱いのが飛んでくるので、手前から奥ですね。必ず物体を入れると温度がグッと下がるので、最初は強い火のままで、もうちょっとふつふつきたなと思ったら温度下げてください。火が入りすぎると硬くなるので、それは避けた方がいいですかね。優しく火を入れていく。牡蠣の火入れは今日使ってる牡蠣ですと、だいたい3分から4分ぐらいで、ちょうどよく火が入っていって、ゆっくり火を入れていって、プリンプリンの状態ですね。そこを狙いますね。ずっと、鍋を動かしてるのはですね、鍋肌にぴったりくっついてるとですね、そこだけ、加熱が強くなって、火が入るんですね。それを避けるために、揺らしたり、ひっくり返したりしてます。まあ、触ってみてですね、弾力が出てきます。なので、それは生とはもう全く違うなと思うんですが、不安だったらですね、もう切って、包丁で切ってもいいと思いますね。バツッと切って、触ってみて、あったかくなってるなと思ったら、いいかなと思いますね。
まあそろそろいい頃でしょうか。一回ちょっと作業があるんで消しちゃいますね。こうふっくらしてる感じですね。弾力もしっかりあります。で、こう取り出す時にもしもお野菜がスプーンについてこっちに出ちゃってももうあとは生クリームと牛乳入れて仕上げるだけなんであまり気にしなくて大丈夫だと思いますね。生クリームを入れて仕上げていきますね。クリームスープですので、一個気をつけなくちゃいけないのは、生クリームを入れてですねグツ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 炊かないでください。そうするとですねうまみとか風味っていうのが飛んでしまうのでそこは気をつけた方がいいと思いますね。分量の生クリームを入れて牛乳も入れちゃいましょう。で沸騰直前ぐらいまで温めてもらえればいいかなと思いますね。ちょっと弱めてもうしっかり温まってますね。そしたら火を止めて牡蠣戻しちゃいますね。牡蠣を戻してアサリも入れちゃいます。で牡蠣は先ほどまで火が入っ、先ほどまで加熱してたのでもう温かいです。でアサリも物体がちっちゃいので入れて少し経ったらもうすぐ温まると思いますのでこれでまた火をかけるみたいなことはしなくていいと思いますね。一個一個丁寧にやると野菜に綺麗に火が入って白いスープでも野菜の旨味が出てるみたいなそんなのが出来上がるかなと思いますね。それでは牡蠣とアサリのクリームスープを盛り付けますね。まず、まあ、なんといってもこのプリッとした牡蠣を僕は食べてもらいたいなと思うので左手前ですね。あとはきっとスプーンとかレードルですねそういうのですくってもらえればアサリもお野菜も入るかなと思いますのでそんな風にバサッとかけてもらえればいいかなと。すごいなんか温まりそうな感じですよ。大好きなお料理の一つですね僕も。でニンニクを僕は取り出さなかったんですがでっかい塊にニンニクが入っているのでそれだけは乗せないようにした方がいいかなと思いますね。最後に最初に摘んだタイムの葉っぱですね。これをバラバラっと振ってもらえればいいかなと思います。やっぱりこうタイムと貝類の組み合わせってもう本当にとってもいいマリアージュなんでこちらで完成となります。